はい、こんにちは。はい、タコプロゴルフ TV レッスン企画用語改造計画第2話ということで、ドライバー編、1話で終わろうと思ったんですけど、はい、結構詰めすぎるとね、アダプパンパンになってわけわかんなくなるから、はい、2話に回そう。ありがとうございます。で、まず低いチーピンっていうか低いフックを、うん、とりあえずアドレスとバックスイングを直しました。ただ、以前の球、うん、右に出てからのスライス、はい、まあその初心者の頃から悩んでる方多いと思うんですけど、うん、それを直すためにあれになっちゃってるっていう段階のポジションですよ、はいはい、要はね、はい、だからそれを戻したら元のその球になってしまったので、そこを根本的に直すためにダウンスイングとフォロー、はい、フィニッシュまで、はい、あのこの第2話で直していければいいかなと思います。はい、はい、ぜひよろしくお願いします。ちゃんと真面目にやってください。もちろんです、ね、はい、お願いします。お願いします。そうそう、そういう感じですよね、はい、そうそう、この右に出てのスライス、はい、でこう打ち出し角度といい、すごいいいんですよ。これが適正なインパクトまでは、はい、かなり良かったんで、はい、そのさっきこの前教えたというか第一話で教えたところまでちょっと形作ってもらおう、はい、まず復習しましょうね。はい、ヘッドの向き置いて、はい、あの形をつけて、はい、テイクバックの力感を覚え出して、はい、上げてくる。で、肘の向き気にしながらトップを作る。そう、これがこっちに回る、はい、こう肘が、はい、足じゃん、手首が、はい、と手首が、肘もこうなりやすいから、どっちかというとこっちの方がいいです。おえぇ、こっちの方が下に、そう、これを覚えてます、はい、こうなりやすい人、小屈を入れようとする人多い。入れたい、うん、でも、小屈が入りすぎて困ってる。なるほど。そう、だからここは上げるというかこっちの方がいい。上げるときにこれ背屈ってこっち側の方がダウンスイングで小屈になりやすい。でフォローでまた背屈になりやすいんで、はい、この手首の使い方よく今ねキャッチーな言葉として言ってるけど、はいはい、自然現象なんであまり意図的にはやらない方が僕はいいと思う。そうですね。そう、はい、だからどうせそういうさキャッチーな言葉に引っ張られて YouTube を見ちゃってる。そうなんです、はい、よくありがち。俺の YouTube 見ないのにな。いやいやいや、社長で、ここね、そういいね。で、下ろしていく。下ろすときに気をつけることだと思った。下に違う、肘なんだ。下だと、これみんな思ってるけど、肘をこのままの形で下にこうやって下ろすんですよ。すごい。けど、実際このアドレスの形に戻していきたい。さっき言ってた三角形はどこ行ったの？じゃあ確かに三角形の形に戻してあげることが大事なんです。はいはい、はい、だからね、肘、右の肘はリリースしてあげる。おお、はい、はい、これ、脱力っていうのはここなんですよ。よく言うでしょ、脱力って、はい、みんな力を抜く。でも、どこの力を抜くか分かんないですよ、はいね、はい、今回結構ゴルフのレッスンのタブーに引っかかってるかもしれない。肉を上げてきてこう来て、脱力、右以上脱力してあげることで伸びるでしょ、はい、で三角形を作る、肘の向きも OK、 それでそれをそのまま体の回転で前に、え OK ですか、はい、うん、もう持ってる、で三角形、めっちゃいい、うん、さあここまで一回打ちましょう。ここまで、はい、オッケー、何勝？おぉ、いい、良すぎ。これでかなり変わってきたんじゃないですか。打ち出し角度13度、はい、キャリー214、さっきキャリー180だったんで、はい、で飛距離も232ということで、もうトップレーサーで232出てれば、はい、コースでは250ってことなんです。レッドボールですか、はい、ただまだフェード目、うん、フェードだったらこれでいいですけど、はい、フェード目で行くけどドロー目で行くっていうところ、ドローで行きたいです。ドライバーは違うね、ええ、ヤマでも十分ゴルフができる。そうなんですということで、ドローを打ちたい方多いと思うので、はい、ドローの打ち方教えます。ありがとうございます、はい、じゃあフォローで一回向こう向いて構えてもらっていい、はい、フォロー側の違う逆、じゃあそうそう、はい、で、まあ後ろ気をつけながらバックスイングして、はい、後ろ気をつけて、そう、ドローしてきて、押し、押し、押し、ストップ。この時に今、
ちょうどこう下ろしてきた時に、はい、ヨーゴの場合ハンドファーストインパクト、手元が前に出てのインパクトがすごい強いんです、はい、これはフェーダーマン、おー、はい、まあ某商店の某福田社長もハンドファーストインパクト多いです、はい、で結構僕はそれを直してるっていうのもあります、はい、そうするとなかなかドロー系って出ないです。ただハンドファーストの方が球を直接捉えやすいから安心なんですよ。おー、はい、だからやる人が多いんですけど、これだと出ないので、はい、ちょっとそこを変えていきます。で、クリを上げてきて、で、下ろしてきた、はい、っていうようなことを言いました、肘、はい。できたときに、この時手元、ここにありますよ。ここから手元は動かさないです。ここから動かさないと、使っていくと体の回転で、ここで回る感じ。おー、ちょっとハンドレッドインパクトになるので、道路系の方が止まる。ここでどうしても、ここから、当てに来てるから体ごとこうずれちゃう。そうこれがスライスの原因だったりとかします。へぇ、そう、これを直してあげるために体重移動はあまりいらないでこの場で回転してあげる、ヘッドを送ってあげるっていう感じ。へぇ、これ止まってもそう、あ、でもそれは手で今覚えようとしてるでしょ、はい、手じゃない体、そうそうです、その形のまま、はい、体ごと足も上げて、はい、今、まあ、形作って上げて、下ろして、そう、はい、ハンドレッド、はい、そう、体回して、はい、体回して、はい、この形インパクトを迎えて、はい、この形のまんまこう振り伸ばすとチューピンが出ます。これは皆さんも分かってます。ここから縦に振る、そうするとまた肘も両方下向いて、ゆりかご、はい、これがゆりかご理論のドローの打ち方です。肘は上に上げて、肘は縦に振る、これでフィニッシュ。確かにこれで完成だよ。だからそこの部分ってフォローの部分とかフィニッシュの部分は余裕があったらいい。はいはいはい、まあ、大事なのは構え、バックスイング、ダウンスイングのインパクトまでちゃんとできる、そのインパクトというのは手元の位置っていうのはものすごい大事なので、はい、イメージでもいいから手元の位置を変えてインパクトをしてみるっていうのは試した方がいい。どのクラブでも、はい、ただミスも分かるし、だからこれ手元がこの位置だったらダフるんだなとか、はい、手元がこの位置だったらこれドロップするんだなって、はい、自分でミスを分かっておくっていうのもゴルフを上達する上でものすごい大事だから、だからそれでじゃあここのボールはこういう系のボールにしたいなで操作しやすくなるし、はいはい、だからそのミスを知ってナイスショットを打ち出す、なるほど、はい、そうってことで、ちょっと、はい、そう、片付けて、はい、OK、 まだ手元が前に出てる、もっとそう、だからこれちょっと練習しておいて、はい、全然ハンドパス、ちょっとフィニッシュ止まってみて、はい、はい、トップ、このフィニッシュ、形を覚えてくださいね。さっき教えたフィニッシュと形が違うでしょ。フィニッシュっていうのはそういうのを確認するためなんで、よく止まって確認する。両方の場合、これを戻していく、こういうふうに、ずーっと。そこのまま前に行く。そのまま向いていく。そのまま行くよ、はい。って言ったら、インパクトの時に、こんだけ手元出てるんですか。やばっ。これ、もうちょっと、こっちのカメラ。はい、これインパクトでこんだけ手元が出て打ってる。本当そう。これフィニッシュから紐解いていくと分かりやすい。俺がさっき言ったフィニッシュっていうのはこう収まるとか肘が両方下向いてる、はい、両方の場合はハンドファーストに当たってきて抜いてきてるからこういうふうに、でも多いんじゃないですか。これじゃあ赤ちゃん落ちちゃう。ああ、揺りかごれない、うん、揺りかごれない、はい、だからこっからだからプロがカッコつけてフィニッシュすごい止まるじゃん、はい、止まってるじゃん、確認してるんですよ。そうなんですか。スイング、やっぱり速い動きの最中のことは想像でしか確認できないから、はい、あの、うわ今のこういう動きしたって言ってるアマチュアは大体想像の話で間違えた。ああ、そうそう、それはフィニッシュで確認する。そう、確認するっていう癖をちょっとつけてほしい。へえ、まだ今のフィニッシュだとできてないですね。それを自分で判断できる場所を覚えてほしい。オッケー、よかった、よかった。
いいフェードになってきたよ。そうそう、まあ、全然だよな。おお、よしよしよし、まだまだ全然開いてる。そう、上げるか上げて。で、手元のポイントでエイデンを取るっていうのは、もう目線自体も手元を置きたい場所、この右足の前ですね。右足の前を見ながら振るぐらいに、ボールを見ちゃうからどうしても手元が出てっちゃう。そうですね。ここ、ここら辺をね、空振りでもいいから、はい、この辺見ながら振るイメージ。はい。もう5、60センチ前です。まあ、それはだからどのぐらい前がいいのか、もう練習で試してもらった方がいいです。はい。オッケー、完璧。うわ、はい、この一発を使ってくださいということで、まあね、この、まあ、正直言うと何発か打ってもらいました、はい、その中でこのナイスショット、はい、すごい球だったんです、はい、だからもともとフェード系の方なんで、そこをドローにするっていうのはかなりの時間と練習量が必要だから、はい、まあそれを練習してもらう、はい、今の球だったら今まで全然違うでしょ、はい、全然違う、感覚が違います。じゃあ、はい、今日、今2話で教えたことを伝えてみて。まずは置き方。じゃあ、こっちか。はい、じゃあどうぞ。ここトップの小屈を意図的にやるのはダメです。これは自然となるものなので、手元を下ろすときに、あ、もうダメだ。あ、まあ、バックスイング中にまあ、小屈、こういうのやってみるように、こっち側に曲げることをやることによって、はい、ちょっと違う動きができちゃうので、はい、どっちかというと、背屈目で上げていく動き、うん、それが一つ、はい、で、二つ目、はい、ダウンスイング、両肘を下にこういうふうに引っ張って下ろそうとする人が多い。でそうすると、右肘が曲がったまますぎて、アドレスのインパクトの形を、アドレスの形に戻すことっていうのは不可能。はい、だからここで脱力、どこを脱力するのかっていうのは右肘です。右肘を脱力するように肘を下に向けたまんま下ろしてあげる、はい、でそれに対して体の回転を加えてあげる、まあ、それは下半身だったり肩の回転だったりっていうのは各々あると思うので試してもらうといい、はい、で両方にとって一番大事、皆さんも大事と、インパクトの時の手元の位置、これが前に出る、こうハンドファーストですよね、手元が前に出てる状態、はい、ヒットよりもこの状態が多い方はスライスで悩む方が多いです。で手元をもうちょっと手前、右足の前ぐらいで止めるぐらいの感じでヒットを走らせてます、はい、これはちょっと練習が必要、感覚の問題もあるんで、はい、そう、それで確認するためにはしっかりと手元がハンドファーストで当たらないで上がってくれば両肘が下を向いたままフィニッシュができますよ。ここで位置で確認してください。要はその後何発打ってもフィニッシュで確認することはありませんでした。球筋で確認してましたのでなかなか治らなかったっていうのが一つ僕としては腹が立っています。すいません、そう、全部こうやってフィニッシュこうやって横向いてこういうフィニッシュをしていました。肘がね、そう、でもそれすらも自分で気づかないんでこの方は多分うまくならないであろうということで頑張ります、頑張ります、はい、だって多いじゃなかったでしょ、球筋で出ても後です。でも確認一発もしなかった。確かに。さっき言ったわけだよ。ということでね、ここの心意気。はい。心意気っす。ここの心意気。ここの心意気。あ、ここの心意気。そうですね。ドローランバーを経て、さらに一皮向けた佐々木を見せていきたいと思います。やっぱりこう、ストレスからドローの方へ。ちょっとずつ、ね、変わっていければと思いますので、皆さんぜひ応援よろしくお願いします。これなんか用語をうまくしないと、うん、社長がつまんなくなっちゃうんだよ。そうなんですよね。用語と航空がうまくなってくれないと、はい、文化人との対戦を経て、はい、社長はいやこういう勝負いいねってなってるから絶対に。そうですね。だからね、底上げをしてみんなでうまくなっていったらいいチャンネルにもなるし、ゴルフももっと楽しくなるから。みんな楽しんで上手くなっていこうという感じで、はい、今回真面目にお送りさせていただきましたということで社長こんな感じで大丈夫でしょうか。大丈夫です、練習してください頑張りますということでまた見てください、チャンネル登録とあのグッドボタン、はい、あのしていただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。